歌をここで歌っていただきたいと思いますが、ここで歌っていただく理由は、作詞家のこの一本道を作られた作詞家の先生と一本道を歌っている歌手の方が本日お越しになっているということで、ぜひ聴いてほしいということで歌っていただきます。大島秀夫さん、一本道。You know